行政行為行政行為とは、行政の活動のうち、行政目的を実現するために法律によって、認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法律的地位を具体的に決定する行為を指す。合意に基づくことなく、国民の権利義務に直接の効果を与える。詩人に対して、行政作用として、法律行為をなす機関を行政庁という。 行政庁の例としては、各省庁の大臣、長官、地方公共団体の主張、各種の委員会などがある。行政行為の定義は様々だが、上記のような、官庁が一方的に国民の具体的な権利義務を決定する、という要素を含む。工学上の行政行為を行政処分という場合も、あるが、通例、処分とは、行政事件訴訟法などの制定法で用いられる。 概念である。しかし両者は重なることもある。最高裁判所は行政庁の処分を行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちその行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが 法律上認められているものと定義している。前述のように行政行為は官庁が一方的に国民の具体的な権利義務を決定する必要がある。一方的とは行政庁が国民との合意なしに法的に拘束することを意味する。そのため行政契約は行政行為ではない。行政行為は具体的に決定する必要がある。そのため 行政立法は具体的場合に直接国民の権利義務を変動させるものではないので原則的に行政行為ではない。そして特定人の権利義務に法的効果を及ぼさない行為も行政行為ではない。例えば行政計画や諮問機関の答申などの中には国民の権利義務に変動をもたらさないものもあり、それらは行政行為ではない。 行政指導も国民への任意的協力要請であるため、原則的に行政行為ではない。行政行為には、肯定力、不可総力、自力執行力といった効力が実体的に備わると説かれてきた。しかし、現在の日本では、これらの効力は、行政事件訴訟法や個々の受験法規が定められた規決として導かれるに、過ぎないするのが通説である。 従来の通説によれば、行政行為は、その方向下や内容に従って、以下のように分類された。もっともこの分類については、批判が多く、法律行為的行政行為であるか、純法律行為的行政行為であるかという分類と、命令的行為であるか、形成的行為であるかという分類は別の次元に、属する分類基準であるとする見解が現在では、有力である。 伝統的通説による行政行為の分類行政行為は法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に対別された。行政行為の肯定力とは行政行為が違法であっても権限ある機関が取り消さない限り有効なものとして取り扱われるという効力である。日本では現行法に肯定力を明示する規定はない。しかし、 違法な行政行為の取り消し手続きとして、行政府不服申し立て、取り消し訴訟の制度が存在する。このことから、行政行為の違法性は、取り消し訴訟以外の手段によっては、争うことができず、これが肯定力の根拠とされる。機能自力執行力とは、行政行為の相手方がその行政行為によって、課された義務を任意に履行しないときに、 官庁が行政行為を司法的執行を経ずに義務履行を強制的に実現できる効力である。不可総力は一定の期間を許可すると行政行為の効力を詩人が裁判によって争えなくなる効力を指す。詩人の側からは行政行為の効力を争えなくなったというだけであって行政庁などが職権によって取り消すことは依然として可能である。 不可変更力とは、行政上の不服申し立てに対する決定、紛争を裁断する行政行為について、職権取り消しが制限される効力である。名文の規定はない学説、判例上の効力である。法律上の総称を裁判することを本質とする採決は、他の一般的な行政行為とは異なり採決をした、行政庁自ら取り消すことはできないと判示した。 最高裁判決がある。下司行政行為の下司も参照。行政行為は合法で公益に適合していなければならない。しかし、中には実体的、手続き的に法律、公益に反する欠陥を抱えた行政行為もある。この欠陥のことを下司と言い、そうした行政行為のことを下司ある行政行為という。下司ある行政行為は、 取り消しの対象となるが、歌詞の種類によってその方法が限定される。歌詞ある行政行為には、違法な行政行為と不当な行政行為がある。複数の行政行為が行われ、先行する行政行為が後行する行政行為の前提となっていることがある。このような構造になっている場面で、先行行為に歌詞があった場合、先行行為の歌詞が、 高校行為の歌詞の有無に効果を与えることがある。ただし、先行行為の歌詞の程度が取り消しうべき歌詞に止まる場合、歌詞が存在していたとしても、肯定力により、先行行為は取り消されない限り有効なものとして扱われる。そして先行行為の出走期間が過ぎれば、先行行為の効力には不可想力が発生する。このように先行行為が有効なものとして扱われる。 時に、高校行為の歌詞の有無を争う場合、先行行為の歌詞を理由として、高校行為の歌詞を主張する。つまり、先行行為の違法性を高校行為の違法性を争う場面で主張することが問題となる。先行行為の歌詞が取り消しうべき歌詞に止まる場合に発生する。この問題を一般に、違法性の承継の問題と呼ぶ。先行行為と、 高校行為が一連の手続きであること、先行行為を争う手続き的保障が十分に与えられていないことなどを理由として、違法性の承継を認めた判例も存在する。裁量の逸脱や乱用があるかどうかは、その行政行為がそれを根拠づける、規定の目的に従って行われたかなどにより判断される。また、不合理な別位取り扱いを禁じる平等原則や、 手段を目的に照らし必要最上限のものにすることなどを内容とする比例原則といった一般的な法原則も考慮される。ありがとうございます。